んじゃがつくです。やっていきましょう。スターもんじゃの続きです。で、お知らせがあります。ついにね、攻略ページを、攻略サイトを解禁します。このままじゃ私もクリアできないって思ったから。まあ、ただね、この、育て方の攻略情報とかというよりは、なんかですね、全種類の寿命がね、平均寿命がわかるページがあったので、そこを参考にさせてもらおうかなって思って、できる限りは手探りでいきたいから、このモンスターはこれで進化するよとかは調べず、どのモンスターが何年生きるかっていうのを知っておいて、もうしっかりね、育てきれるところまで育てようかという考えであります。今までもね、なんかね、そう、寿命を恐れてね、しっかり最後まで育てられてなかったのがちょっと気になってたんでね。それをね、まずはそこを解禁します。で、その星によってもね、しつけでどうなるかっていうのも書いてあるんですが、まあ、とりあえずは寿命を見ます。あれ？ちょっと待ってよ。あれ？あれ？メンバー、あれ？セーブした？セーブし忘れてる、ひょっとして。リセットからの、あれ？セーブし忘れてる。保存位置、読み込み位置間違ったかな？ちょっとメンバーが前でしたよね。確か、リトルグレーとかがいたはずだから。いちゃい。ちなみに、さっきのね、ピクルスくん、相当長生きらしいです。3年とかだったかな。寒。15匹。キリ十兵衛コロ。あ、この3匹だよな。あ、ここ。よかった。はい。で、今の状況どんな感じだったっけ？寿命はまあ大体1年は超えると思うので、1年以上行くまではちょっと待っておこうかな。よし、この3匹。だよ。キリちゃんがね、期待なんですよね。今週は、4ヶ月か。今週は、まあ、攻撃力かな、この子は。素早さ上げたいけどね。今週は、強化トレーニング。まず、コロナくぐり、強化トレーニング。気力は使わないもんな。強化トレーニング行こっか。願い。よし、いいぞ。頑張ったな。攻撃力結構上がったな。で、別の小屋の。あ、この子はもうとにかく防御だよな。固くしていこう。中米は固くしていく。よし。防御を上げていくよ。まあ、素早さ、下がるのちょっと嫌なんだよな。特訓、乱れフリスビー、行ってみよう。無理か。はい。OK でーす。次の小屋行って。この子がわかんないだよね、まだ。プチグレー。もうね、耐性はすごいからやっぱ気力上げていきたいよね。気力。特訓、津波サーフィン。行っちゃって？無理かな。
うん、ちょっとしばらくは普通のトレーニングにした方がいいか。うん、まただよね。よし、次の週行きましょう。そう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 、あのまずね、火のところは特訓というか、それはすごく頑張ってくれるけど、戦い中に言うことを聞かなくなるらしいです。うん、キリはお休みです。いや、納得だよな。そうなのよね、まさにトレーニングはすごくやってくれるんだよね、ここ。で、ジューベイが凶暴になってるな。ジューベイ凶暴か。プルートに行かせたい気もするな。だけどプルートってうん、攻撃力とか素早さなんだよね。ネプチューン、ネプチューンも攻撃力だもんな。こっちの小屋の、いや違うや。うん、どうしよっか。まあいっか、凶暴でも。トレーニングしよう、普通の。よし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 、いいぞ。うん、バッチリです。トレーニングしてよかったね。こちらも普通の特訓にしよう。普通のトレーニングにしよう。はい、トレーニングでーす。あれ？やばいな。コロちゃんやばいな、ちょっと。これは良くない。でもやっぱ基本、能力は高くなってるものだよね、カップリングを続けて。うん、あ、キリちゃん、キリちゃんにかかってますよ今回。あ、で、そうだそうだそうだ、今までの最強チームやってみたいねって言ってたんだよな。強化トレーニング行っちゃうか。一回ちょっと、あ、なんてこった、一回ちょっとやってみたいよね。あ、別の小屋に行って。うん、じゃん。ジューベイくん眠そうか。お休みしよっか。うん。はーい。わがままになっていくぞー。コロちゃんは、トレーニング頑張れ。いけるよ。よし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 、いいぞー。にっこり。よしよし。次の週。どうしよっかな。ジューベー移動させようかな。キリちゃんはもうね、バーサーカーになってもらえばいいと思うんだよな。しかしな、素早さは必要なんだよね、やっぱ。素早さ行こっか。連れて、一回連れて帰って、素早さ上げていこう。防御力、気力。フルート連れてってもいいな。フルートで攻撃力と素早さが上がる超トレーニングをする。ただ防御力も下がるんだよな。うーん、2番目だからな、この子。防御力下げるわけにもいかないか。うん、じゃあヴィーナスかな、やっぱ素早さといえば。うん、ヴィーナスでゴリゴリに
素早さ上げ、素早さ上げ、あ、電圧 100V、 うん、電圧 100V をしていきます。頑張れ。おっとっとっと、消えてしまったわね。まあ良いでしょう。こっちもね、どうしよっかな。ジュピターに移動させる。防御力 B、 体力 C。 ジュピターって性格どうなるんだったっけな。礼儀正しい子になるか。じゃあ、うん、ジュピターにしようかな。こうやってね、コロコロね、場所を変えていくのもきっと大丈夫で、大事でしょう。よし。ちょっと体力上げていく形でいきます。うん。はい、預けます。この子はね、ひたすら硬くすればいいと思っているんでね。またって言ってるけど、ここに連れてきたのは今日だよ。え、この子はね、先週頑張ったから、うん、だるそうなのでお休みをします。この子はな、耐性が高いんだけどね。メジャーバトル、うん、あれどこに連れてきたっけ。あ、ビーナスか。電圧 100V お願いします。お願いしますって。よし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 、いいぞ。うんうん、よかったわ。素早さが上がっていくよ。お、素早さ C だね。うんうんうん。こっちはこっちで、またどっか行ったって言われたもんな。今週トレーニングにしよっか。よし、偉いぞ。よし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 。で、コロちゃん、津波サーフィンいきなりはきついかな。強化トレーニングにするか。よし、いいぞ、頑張ってる。よし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 、気力が上がっていく。バトル出してみたいな。まだまだ弱いけどさ、どんな感じかな。出したっけ、覚えてないんだよな、前やった時のこと。このゲームね、やり始めると何時間も取っちゃうから忘れるんだよね、間が空いて。うんうん、で休みましょう。よし、で、ここは通常トレーニングをやったんだったな。と、お休みして OK です。優しく行こう。しつけでもよかったけどね、ここなら。うん、コロはちょっとずつ多分ね、弱々な方向になっていくから、どこかで矯正しないとね。タッパ特別か。さすがに超えてると思うんだよな。マイナーかメジャーあたりに一回出してみたい気がする。で、あの砂鉄とムニの2匹がですね、あのあとなんだっけ、あのジーニーみたいなの、ジェーニーみたいなのが、四天王と呼ばれる、もう
最強4匹のうちの一人というか、もうその中でも特に強い子だったらしいです。いや強かったもんね。確かにムニはちょっとな、ムニはちょっとあんまり言うことを聞かなくなっちゃったから、あまりその力を生かしてあげられなかったんだけど、うん、すごいいい子を引いてたんだなって知りました。調べてコロちゃん、コロちゃん、津波サーフィン無理だよな。コロちゃんはちょっと、コロちゃんはサボっちゃうな。どうしても普通のトレーニングしかできないな。せめて強化トレーニングかな。うん、素直な性格なんだけどね。そんな単純な話じゃないっぽいです。今週は強化トレーニングやっちゃおうか。強化トレーニングにしておこう。うん、オッケー。ちょっとね、特訓失敗してるから、うん、防御力が落ちたけど、あんまり落としたくないんだけどね。うん。まあまあ、仕方ない。うん、ジューベはしっかり休んでください。おやすみ。いいぞ、ジュウベイの体力が上がっていくぞ。うんたー、コロちゃんトレーニングにしておこう。よし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 。そうなのよね、難しいトレーニングじゃなかったら来てはくれるんだよな。ちゃんと厳しくしすぎなんだろうな、この子に関しては。ミュータント進化しないの悲しいんだよね。進化がやっぱ楽しいし、一気に能力値も上がるし好きなんですが。あ、はい、休んでね。うん、よしよしよし。うん、素早さ B に上げたいな。中米は素早さ下がっていっていいよね。あ、下がらないか、ここは。確か。あら、どっか行ったね。どっか行ったね。うん。うん、コロはなんだかだるそう。お休みしてください。よしよし。攻撃、気力、うん、寿命調べるだけ調べとくと、とくか。はい、普通にトレーニングでいっか。バーボンチャすごいんですよ。スターモンジャの攻略がすっごい充実してるんですよ。やっぱ人気なんだなって。出てる数は少ないけど人気なんだなって。ダイナンは今週はトレーニングにしましょう。ダイナンは17ヶ月だから1年と5ヶ月ぐらいか。で、カラピーは、12ヶ月。あ、そっか。そっか。辛いな。12ヶ月か。12ヶ月か。今が6ヶ月。もう半分いったの、これで。やっぱり外れもんじゃ辛いな。
解。あれ？あれ？普通のでも？なんてこった。わ、プチグレー11ヶ月だって。やっぱ外れ、外れきついな。わ、すごい。属性すごい。もうこの子は属性だな。属性の高い子が生まれるようにするためにカップリングすれば良さそう。で、オスメスなんかね、オスメスがどうとかっていう情報出なかったから、説明書ではね、メスが能力値みたいなの書いてあったけど、そこは気にせず、やっぱタイプが似てる子たちを組み合わせればいいような気がしました。11ヶ月か。これは、これは、そうか。このメンバーはちょっと、特訓だな、ひたすら。今回ちょっとバトルに出そうかと思ってたけど、特訓かな。能力値をひたすら上げてカップリングさせるのがメイン目標かな。この子だけは長生きだからちょっと、違うよ。この子だけはちょっと長生きだから、今までね、寿命いっぱいまで育てられていなかった子に切り替えて育てるっていう感じがいいかな。この2匹は一回固めて、よし、礼儀正しい子になってくれ。使い切り寿命、平均寿命一切いかないって悲しいな。コロについては気力を上げてはいくけど、すごいな、属性。じゃあ技を覚えさせる必要はもうないか。とりあえずトレーニングをしてほしい。よし、いいぞ。オッケー。1年ということはあと5ヶ月でしょ。つまり今が11月だから、12、1、2、3、4、あ、4月ぐらいに固めればいいんだな。ちょうどカップリングの世界時期だから、カップリングさせてもいいね。カップリングさせて冷凍して、もう選手交代っていう感じでいこうか。キリちゃんはひたすら素早さを上げたい。ロックいける？電圧 100V いける？そろそろ。よし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 、いいぞー。えらい。素早さがたくさん上がった。あ、もう23分だよ。このゲーム早いんだよな、時間経つの。チューベイは、強化トレーニング行こう。よし、偉いぞー。オッケーオッケー。この流れで行こう。あ、そっか、コロちゃんは今だるそうなのか。お休みさせておこう。よし、次の週。弱弱になっちゃったな、コロちゃん。ちょっと場所変えよっか。ちょっと強豪に、身長マージンでも連れていこうかな。かなり疲れている。疲れ取れたね。よしよし、プルート連れていこうか。一回、あんまりトレーニング内容は、はい、
コロちゃんに合うものじゃないかもしれないけど、灼熱演舞とかはやればいいけどできる気がしないんだよな、この子。はい、ということで1回連れて帰ってプルートに連れて行きます。プルート、よし、プルートに連れてって、よし、儲けもんでしょ、預けよう。ジェラ様お願いいたします。僕の奈落ダイビングいけるはずないよな、この子がですよね。またサボるとはな、またっていうか初めてだけど、まあ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 、うん、属性上げるべきなのかな、この子は。とにかく属性値を上げるためにカップリングさせるために育てるっていうのもありだと思うんだよな。あ、いきなり素直になってるぞ、いいぞ。まあ弱々になったばっかりだったしな。キリちゃんは変わらず素早さを B まで上げたいです。うん、結構ね頑張ってくれてるんだよな、電圧 100V。 よし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 、えらいえらいぞ、ちゃんと成果が出ている。お、あ、電気バリア手に入れた。うん、覚えさせよう。まあ、帯電バリアはそんなに目的じゃなかったけど、覚えられるものは覚えておきましょう。覚えてたらいいんだけどね。体力 C、 体力 C、 そうね、強化トレーニングしておこうか。うん、壁役の子にコロちゃんで属性値を与えられるかな。ね、そしたらいいかもね。ただなぁ、普通の能力値がすごく低いからなぁ。特訓マグマ一気飲みしてみようか。無理だよなぁ。いやぁ、ひたすら、しつけかなぁ、ここは。苦しいところだなぁ、これは。もう一回ジェラさんのところで素直になったから、また移動させても、マーズ連れて行っても、マーズアース連れて行ってもいいかもね。キリは休みます。アース連れて行こうかな。でもアースもどちらかというとヨバヨバ方面だったと思うんだよな。わがまま方面だったっけ。よーし、中米。普通のトレーニングを挟もうか、一回。最近調子悪いしね。あれ？あれ？この、なんか、特訓うまくいかない時期ってどうすればいいんだろうね。うん。まあ、一回しつけでもしておこうか。せっかく連れてきたし。うん。弱くなったら捨てられるんだ。そんなことないけどね。私は捨てる気はないけどね。12月1日です。よし。キリちゃんは順調に強くはなっています。よしよしよし。今週は何をさせますのって言ったね。もう一回電圧いきましょう。いける？ああ、さすがにグレちゃったか。普
通の特訓にしようかな。うん、あ、やば、30分になってる。じゃあ今週で終わりにしようかな。今週もトレーニングで一回トレーニングを入れましょう。あれあれサボるようになってきたぞ、十兵衛。前まで一時期頑張ってくれていたのに。で、コロは、もう一瞬で終わったな。コロはアースにして、属性値を上げていこう、この子。うん、アース、属性でいきます。じゃーん。オールマイティだよ。はい、お願いします。今週はあれ、修行。あ、あ、逃げてった。そんな、マッハ商店のバーゲンか。アイテムそんな使ってないからね。うん、あ、そうだ、今週で終わりだった。では今回はここで切りますね。まあ、このメンバーはひとまずは能力値上げにしばらく集中していきたいと考えています。ではでは、ご視聴いただきありがとうございました。